宮脇愛子宮脇愛子は、日本の彫刻家。本名、磯崎愛子。旧姓、荒木。夫は建築家の磯崎真。静岡県出身。熱海の資産家の一人娘として生まれ、幼少期より病弱のため戦時中も、自宅療養し、丈夫になるようにと、高子、三木子と改名を繰り返した。1945年に、広津和夫が、近所に転居して、 以降、家族ぐるみの交流が始まる。1946年に、小田原高等女学校卒業後、日本女子大学文学部史学科へ入学、東京大学西洋史学科の学生だった宮脇春蔵との交際が始まり、春蔵を広津に紹介する。在学中に春蔵と結婚し、1952年に大学卒業。春蔵は、 その後中央公論者の編集者となり、広津を担当した。1953年文化学院美術科に学び、夫の実施で画家の神谷信子を介して知り合った画家の安倍信也や斎藤義重に指示した。1957年に米国へ短期留学して絵を学び、1959年に東京で初古典を開催後とを、滝口修造の助言により、 ミラノンに落ち着き、1961年に、同地で、古典開催。パリ、ニューヨーク滞在を経て1966年に、帰国し、銀座で開催した古典で2番目の夫となる、建築家の磯崎慎と知り合う。1972年に磯崎と再婚するが、宮脇生の頃に彫刻家として成功したため、春蔵との離婚、再婚後も、宮脇生で活動した。 1960年代後半には、主に真鍮のパイプを使った彫刻作品を制作した。積み重ねたパイプの後ろから来る光によって、真鍮に含まれる銅の色が反映する微妙な効果が生み出される作品。その後ワイヤを使った流れるような曲線を表現した移ろいの世界を生み出した。グッケンハイム美術館で受賞。マンレイ、北森オラと進行があった。 1998年には、古典、始めもなく終わりもない宮脇愛子彫刻家の奇跡を模様した。2014年8月20日、水臓癌のため横浜市青葉区の病院で死去。84歳房津。ありがとうございます。